よっしゃー。前出ましたー。珍しいね。アメリカンでやれーず。2回目でやれーずよ。あ、ほんとよ。ちょっと気分が乗ってきたで左右に振りたかっただけじゃないですか。煽って怖いわもう。しかも本人ちょこっとやりだしただけで。20センチぐらいしか動いてんのじゃん、あれ。びっくりした。ちょっとって言われよ、とか。そんなこと言うてない、言うて。ABS やでね。止まります。ほら。いやいや。そこまで言わんでしょ。目的地まであともう2キロぐらいですよ。もうまっすぐです、これ。まっすぐ行くだけ。もうそのまま、まっすぐ行って右手にあるはず。13時、うん、そうですね。もう13時までかからんぐらいですに。そうっすな。予約してないです。入り口の関係でこれ、左車線映りますね。入り口の関係で左車線から行った方が良さそうらしいですわ。もう、なんかナビの案内がそうやってなっとる。ちょっとトラックの前出まーす。これ曲がってきたんですね。まっすぐ、いや、まっすぐだけど、なんか曲がっていった方が早いみたいですね。どうした？まっすぐでしょ。Google の Google の最短コース。もう到着ってこれ外に出るじゃん。ここか。戻られますよ。結局これ降りたらあかんだよ。嘘ばっかりや。まっすぐやったらそのまついたから。今外の道にある。はい、魚町到着。ガソリンスタンドの方行きます。裏口はい、ないです。はい、わかりました。はい。ここまで来ると、こっから来ないと、こっからやったんじゃ。ありがとうございます。
さすがグーグルナビやった。ちょっと待って、これもうちょっと下がらんと、これ止めんやん、まああ参るわ。面白かった。インターコム失敗。でもやると、え、入った、あ、入った、ほんまや、なんでや、インターコム失敗とか言われたのに。これ打ったらいいか、入りました、あ、入った、あ、入りました、 OK です。なんで急に入ったかもわからない。さあ、魚市まで食べた後。クソ早いな。あよう。何？道迷うチャンスですか？どこ行ったの今？あ、そっちの方か。行くよ、おう。行くよ。行くよ。はい。あれ。行きましょう。車が来ました。まっすぐ、そう、こう、こう、こっちですね。うん。わからん。なんでインカムで喋んないですか。インカム入ってんの？入ってますに。ここでいいの？あ、そうですか。あ？なんかすごい小さいです。小さいな。はい。あれ？大丈夫入ってる？あ、聞こえました。二十歳で、二十歳。そう、いや、僕はすごい綺麗に聞こえるんだ。なんか、はすごい虫。コンビニ行ってさ、はい、濡れ気、ああ、冷えてる冷えてる、ひどい、今日はひどい、もう、あ、やっぱすごいことになってますね。もう見とってもうバッチバチ、そう、もうバッチバチなんですよ。こんな虫が飛んでる。そう。そう。虫が、はい。コンビニかなんかありませんでした。うん、もうそこ行きません。うん、そう。そういう風な中でちょっと、そう。どう。もう後半やん。
どうせ休憩しとるんやったら。もう吹いてますやろ。もう行きましょうに。まっすぐね、杉原インターが降りて帰ってきております。鶴橋のね、魚センター、魚市場でしたっけ。こちらからね、お昼食べて帰ってきてます。ウィース。先原インター乗ってね、帰っていいと思います。今日は寝入り率が高い一日でございますね。もう一発目のコンビニってことで、これでよろしいや。はい、その端っこ行きますか。そんな、そこじゃみんな置けへん。みんな置けへんが。こっち行きましょうに。こっち行こう。坂になっとらんと帰りにくいやろ。ギア入れるとなかなか、まあギア入れやなあかんほどの坂でもないと思うけど、とりあえずまあ、はい、もうすごい聞こえます。今声は聞こえる。すごい聞こえます。綺麗に聞こえます。マイクじゃないんかな、やっぱり。雲が欲しいっすわ。なあ、もう虫がすごかったでなあ。北陸の音があるんですけど。